今シーズンから白いプレートに変わりました。その中で1対1で赤いプレートになっている。全てはタチウイ4番、タチウイ4番成田アシラが赤いプレートに乗って出ています。このクラスを歩いているのではなく、なっているけども、もうまさに入ってきているような HRCの成田明、昨年のディフェンスチャンピオンです。成田明がここまで勝ちを伸ばしたということ、そしてそれが全く逆なんですけれども、海外から帰ってきて、日本の選手の選手もまた再び慣れてきてといったところで、そうですね、なんか、もう一番来てるようなプロジェクトで、この先生が何か事故を起こし、まだかるか、あるいはそこの データの、現在だ、バックライヤーが5人目になるか、どういうことで、今回は5人目になるか、さらに、元々のコンビニが何人か、
保守予選を行っていまして、今回の8月の予選というのはちょっと、言葉に公表があるかと思いますが、ストレートの予選としては、Thank you.